ャンネルよっ。こんにちは。さあプロ野球も開幕して、はい、やっぱね開幕すると楽しいですね、うん、数日経ちましたけど、はい、まあ無観客試合だったりとか、うんうん、まあいろんな、まあ、音、はい、選手の声、うん、まあいろんなところがあって、まあ新たな発見があると思いますけど、はい、まあ開幕してから、まあ、思うことですね、はい、いろんなルールの下で、うんうん、だからまあ一番はまあ無観客試合っていうところで、はい、あのまあ、僕らは普通ですけど、うん、その視聴者の皆さんとか選手ってあんなに声出してるんやっていうのがびっくりされてるんじゃないですか。そうですね、はい、確かに声が聞こえますもんね。あいけーとか走ったーとかねこれ言ったやろとかね、はい、あのホームラン打ったやつとかのベンチの声がね、はい、結構あの何気に響き渡るんで、はい、結構聞こえるやろう。そうですね、打球音もやっぱ綺麗に聞こえますし、うん、この間どこかのチームその放送席の実況が聞こえるとか、それはだって聞こえますもん。だって関東で言うと、はい、放送席に窓があるのは、はい、マリンと横浜スタジアムだけなんですよ。ああそうなんですね、はい、あとはでも横浜スタジアムも確かあの下、はい、グラウンドレベルのところには放送席が前あったんですけど、今あるかどうか分かんないですけど、はい、そこは多分あのガラスないんちゃうかと思うんですけど、だって神宮とか東京ドーム、はい、メットライフドームは、うん、あのガラスがないんですよ、はい、あの放送席に。それ聞こえるっすよ。いやそうです普通に。いやでもっすよ、はい、これはまあ確かめないんで分かんないんですけど、はい、聞いたろって思うと聞こえると思うんですよ。でもそれを意識がこっちだったらそんな入ってくるかっていう、うん、いや確かにそうですよね。距離は結構ありますからね、実況だから多分、うん、あれな聞こえんなちょっと聞き耳立ててやったら多分聞こえると思うんですよ、はい、だからもうそれは球場か球団側が、うん、それはなんかもう窓つけるか何、うん、かしらの対策しないと、それはこっちは気をつけてらんないですよね。まあそうですね。そんなのでどこまでの音量が聞こえるか聞こえないか分かんないし、うん、その特にラジオとかだと、はい、そのテンションをリスナーの人に伝えなきゃいけないわけじゃないです か、はい、だから淡々とね、いや今いいバッティングでしたね、うん、アウトコース、ね、難しいところでしたけどって伝わるかって話なんですよ、はい、そうですね。テレビだと意外と絵があるんで、うん、あ、打ちましたねとかでもいけるんですけど、うん、ラジオってアナウンサーもめちゃくちゃテンション上げるじゃないですか。アナウンサーも山田哲人打った、大きい大きい大きい、入ったホームラン、2対1逆転ツーランってテンション上がるかってねえ、いや、いったー、大きい大きいレフトレフトホームラン、ホームラン逆転ツーランとかって言わないとめちゃくちゃ叫んでるんで伝わらないでしょ。いや、ほんとそう。ラインコース打ちました、大きい大きい大きい、入った逆転ツーランホームラン、じゃあそれじゃあきついでしょ、聞いてる人も。もう声の張りとかでどのぐらい大きいかっていうのを表現しないと。しかもそのテンション上げていかないと、うん、そう伝わんないじゃないですか。アナウンサー本当に慣れてない人は、うん、試合終わった後声ちょっと枯れたりするから、ね、そうそう、それぐらい力入れて、はい、連戦とかだったら喉大丈夫かなとかっていうのを、はい、アナウンサーの人めっちゃ気を使いながら、はい、喉のケアして挑んでて、はい、それは聞こえるかもわかんないですけど、それだったら対策しろって話なんですよそうですね、あの球団と、はい、だってそのブース、ブースはね、うん、球団もしくは球場から借りてるんですよね、はい、放送、うん、ね、あの局っていうのはね、はい、でそれの賃料を払ってるんですよね、契約料を1年間借りるとか、はい、その1試合だけとかっていうのを、その賃料を払って借りてるわけですよね、はい、っていうことはその大家は球団か球場なんですよ。そうですね、はい、でそれを不都合があったら誰が責任取るんや、球場と球団じゃないですか。はい、まあ、アナウンサーが声を小さくするとこは違いますよね。うん、違うっすよね、うん、はい、だからあのそれはまあ必要以上にね、はい、おーい、インコース構えたぞーとか言わない、言わない、おい、ピッチャーここは交代やろーとか、はい、そりゃあたかも聞こえるように言ってんだったら話は変わるんですけど、はい、だって窓つけてないわけでしょ、うん、だって家で言ったら、はい、その家窓ないのにめっちゃうるさいんですよ、部屋がって下床でみたいなそうですね夜とかちょっと昼間はちょっと車とかの音で聞こえないですけど、はい、夜になったらすごい声聞こえるんですよって、うん、いやその窓開いてるからねまあでも観客がいないとそこまでやっぱ聞こえるんだっていうね。だからあの放送してても隣のブースの声聞こえますもん、はい、あ、そうですよね、その東京ドームとか、うん、マリンとかはドア閉めたら聞こえないんですよ、だから窓が閉まってるところは聞こえないんですけど、はい、開いてたら隣のブースの声も聞こえます、はい、でもこのヘッドホンしてるんで、イヤホンとかね、ヘッドホンしてると聞こえないですけど、はい、だからそこはもう球場と球団が対策していくしかないんじゃないですか、うん、そうですね、まあ、でもいきなり窓つけるって大変ですしね、うん、でもなんか7月10日から、はい、あの5000人を目安にまず入れる、はい、だから5000人ってなるとまあ内野だけですね多分、うん、
外野とかあとは風船とか、はい、そのなんち応援とか、まあ、まだまだかなっていうところですけど、まあ徐々にですよね。徐々に徐々に。なんか風船のタオルとかできてましたね。どこの球団。風船のこの風ってこういう、うんうん、タオルが絵が描いたタオルをこうやってやってましたよ。いやそこまでしていりますよそれ。風船いいじゃないですか、やっぱ勝利の風船。そうなんですね。はい。なんか阪神だった甲子園になんかちょっと人がいてタオルこうやってやってた、あの映像なんだったんだろうな。そう、二軍じゃないですか、二軍。二軍か、はあ、で風船タオルがあるらしいですよ、うん、そこまでしていらないでしょ。そんな。そこまでして、はい、まあ、ビジネスチャンスですかね、す売る方はね、はい、あとはですね、はい、やっぱりその僕このね、まあ、J リーグもこの動画が出た時は始まってるかもわかんないですけど、はい、まあ、J リーグも始まるじゃないですか、でプロ野球始まったじゃないですか、うん、ってなった時にやっぱりこの、ね、野球界とサッカー界が日本の未来を決めるかもしれないんですよ、未来を。このシーズンを J リーグと野球がシーズンを全うできなかった場合、うん、はい、多分日本の文化芸術芸のコンサートとかライブ、うん、エンタメ、はい、でそしてもしくは来年のオリンピックに向けてのスケジュール開催がほぼ中止になるんですよ、はい、だって野球とサッカーが開催できないのに、うん、他の競技もなかなか難しいになるじゃないですか。そうですね、この野球とサッカーがシーズン通してできたことをモデルケースとして、はい、そのウィンタースポーツとか、うん、それ以降の競技とかがやり方を真似しながらやっていく指針になると思うんですよ、はい、ってなった時に NPB のやっぱ1ヶ月に1回の PCR 検査はちょっと少ないですね、ちょっと無理があるですね、うん、そうですね、だからまあね、その野球界でいうと最近だと開幕前にね、うん、ジャイアンツの大城、坂本龍選手が PCR 検査で、はい、まあ、陽性になって、でもなんかちょっとしか出なくて、なんか、ね、美容生ってそんな言葉ないよ、はい、みたいな感じに、ね、うん、なりましたけど、確かにその時はね美容生だったかもしれないですね、その陽性具合、まあ、治りかけだったかもしれないけど、はい、ガンガン出してた時はあったんですよね。なったでしょうね最初ね、はい、最初ガンガンウイルスを、うん、その出してた時は少なからずあったわけですよね、はい、多分その時が間引き練習みたいな自主トレで選手が集まらないで練習してたから感染拡大しなかっただけかもしれないし、あとスタッフの人2名いるんで、この4人は球団内感染なのか、はい、球団外で4人別々で感染したのかっていうのも、はい、まあ分からないでしょうけど問題あるじゃないですか、はい、うん、ってなった時にこのバンバン出た時はあるんですよね、はい、でもその僕はもう何回も言ってますけど、感染するのは仕方ないと思うんですよ、うん、もうこの今の現状ね、どこでもらってくるか本当に分かんないですか、ね、だからまあウィズコロナじゃないですけど、うん、感染することは仕方ない、はい、でもその野球と J リーグで言えば、これをシーズン全うしなかったら、うん、他の業界にも多大なる影響ある、オリンピックの影響も与える、うん、絶対これを成功しなきゃいけない時に、うん、はい、感染した選手を早めに隔離して集団感染しないようにしてシーズンを進んでいかなきゃいけないんですよね、うん、はい、ってなった時に1ヶ月に1回だと見つけられないでしょ、うん、まあそうですね、そので万が一、うん、今も団体で行動してるわけじゃないですか、はい、もうベンチも密やし、うん、ね、見えるとこでなんかソーシャルディスタンスみたいなの取っても、うん、ひょっとしたら裏に入ったら、はい、取ってないかもわかんないですよね。そうですね、で球団によっては外出本人に任せますよっていうところもあるらしいんですよね、はい、この、まあ、全てが解除されたんでね、移動もその選手に任せて、別に球団ごとで全チームじゃないと思いますけど、もう全員外出禁止っていうんじゃなくて出てもいいっていう球団もあるらしいんですよね、はい、でそうなった時に感染するリスクは、まあ、国民全員一緒ですか、ある、うん、なった場合は早めに見つけて隔離ってなった場合には、僕はもう週1回が理想だと思いますけど、はい、最低でも J リーグと同じように週2回とかやって感染拡大しないようにしていかないと、気づきました、集団感染チーム10人陽性みたいな感じになると、クラスターになっちゃうと本当に大変ですよね。そうそうそう、そしたら下手したらもうシーズン打ち切りになっちゃうと、はい、野球界が打ち切りなんだったらお客さんなんて入れるの持ってるのほか、うん、とかなるじゃないですか、はい、あとねテニスでいうとジョコビッチが、はい、おーそうですね、陽性だって、しかもあのなんかチャリティーマッチに出てる選手たちも陽性とかの、はい、あの中10人ぐらいが、はい、なんかその後にパーティーをしたみたいなのがで陽性になってっていうね、うん、でもまあそうだとロッカーとかも選手いるわけじゃないですか、そうですね、ってなった時に、まあ、その危険性はまあ全部あるんで、それをやっていかなきゃって、ね、でその時に多分その野球界に興味がない人は、なんで野球界だけそんな、サッカー界だけそんなのも優遇されてんねやっていう声があるかもわかんないですけど、それは勘違いなんですよ、はい、そこが成功しないと、その後が成功しないんで、ここは日本の未来を支えてるんですよ、うん、ってなった時に、はい、J リーグサッカー選手だったらいいんかじゃなくて、ここ成功させなきゃいけないから、うん、注視して、はい、協力して、うん、ここに全勢力かけてこれを成功させなきゃいけない、うん、成功することによって野球に関係ないかもしれないライブ、コンサート、芸術、エンタメに関係あるあなたのやりたいことができるようになるんですよ、はい、
ここが成功することによって、だから自分野球興味ないけど自分たちに跳ね返ってくる可能性があるんですよ、うん、野球界 J リーグの成功は、はい、ってなった時に僕はもう最低でも2週間に1回、できたら1週間に1回ぐらいはその PCR 検査を、ストレスあるとしても、そのストレスあったとしてもそのシーズンを全うすることの方が大事なんで、それはやった方がいいんちゃうかって今でも思います。そうですね、だって野球がまあできたなら、こんだけの人集まっても今のところ大丈夫だ、うんうん、だったらじゃあこの規模の舞台もね、やってもいいとかね、うんうん、いろんなところに波及してくるわけですね。そうしたらもう文化芸能のね、うん、その苦しんでるライブを苦しんでる人たちのこう開けるわけじゃないですか、はい、でもここがアウトになると開かなくなるんで、うん、どうなんですかね、その週に J リーグ2回やるんで、2週間に1回っていう、2週間に1回ですよね、うん、それってその検査が今できる状況なのかどうなのか、だからそのできる環境を NPB なり、はい、もう国も協力して全部が協力してできる環境を作らなきゃいけないんですよ。なぜならその未来が明るくないっていう、失敗したらその他の分野のためにも成功させなきゃいけないんですよ、うんうん、で今なんか唾液でできるとか、はい、ちょっとずつね、それが全てじゃないかも分かんないですけど、簡易的にもできる、ね、方法がいっぱいできているわけですし、うん、はい、専門家の人に聞いてもやっぱり1ヶ月に1回は少ないっていう人もその少なくないんですよね、うん、そうなった時にやっぱそれぐらいやって、やりすぎやって言われるぐらいやって、はい、でもないとこれ成功させなきゃいけないんで、まあ、万全にね、こうしたことはないですからね。そうそうそう、今は陰性かもわかんないけど、うん、はい、全国遠征したらどうなるかわかんないじゃないですか、うん、遠征先でもし外出した時にどうなるかわかんないじゃないですか、はい、だからそれをやっぱり何かあった時にそうやって危機管理持って方針は、僕はそれぐらいがまだいいんじゃないのかなって開幕しても思いますね。そうですね、だってまだ今、まあ、都内でも毎日今30人ぐらい陽性で、ね、うん、あと経路不明の方っていうのもいるわけなので、どこで感染するか本当にわかんないですからね、うん、うん、気をつけていかないといけない。であとはシーズンマットしてるとやっぱクライマックスシリーズのセリーグはないけどパリーグはあるっていうね、その中ちょっとバラつきが、そうですね、はい、だからそのまあね、そのセリーグ側の意見としてはドーム球場が少ないんで、はい、雨天中止などのだから消化するためにクライマックスシリーズできないっていうね、はい、あのいう感じらしいんですけど、はい、まあ、あのクライマックスシリーズしないともう消化ゲームが絶対できるんですよ、はい、で僕ら消化ゲームの時やりましたけど2003年以前ですかね、2004年からパ・リーグがプレーオフだったんで、はい、それまではロッテの場合、うん、まあ、3月末から開幕したら8月中ぐらいにはもう消化ゲームです。あ、まだ優勝のにもう決まっちゃってるから、もうほぼ決まっ、だってもう自力優勝あったとしても5、6位で首位と10ゲーム差ついてたら絶対無理なんですよ、はい、まあ、そうですね、間のチームがいるんで、これ1位と2位で10ゲーム差だったらまだ可能性あるんですよ、はい、でも1位と5位で10ゲーム差だとほぼ難しいんですよ、うん、そうですね、その間にあの3チームいるんで、はい、それを全部追い抜いてっていうのはほぼ難しいんで、はい、もうそいつはどんどん消化ゲームになってくると、うん、で今年はそのコロナの影響もあるってなった時に、はい、あの選手たちがタイトルもないってなってくると出場を控える可能性あるんですよ、うん、あ、もしくは来年のチーム作りのために若手をどんどん使い出して勝っても負けてもいいからとか、はい、あと選手たちも昔で言うと露骨なタイトル王争いになるんですよ、はい、盗塁王取られたくないからもうボークしようみたいなね、はい、もしくは暴投掘るみたいな、暴投掘っても投げ、もう走らへんのかい、じゃあボークみたいな、はい、とかしたりとか、はい、あのランナーセカンドでもうショートがセカンドベースにいるとか、はい、ランナーセカンドでショートガラガラやでみたいな、はい、もう点取られてもいい、盗塁されるぐらいだったらみたいなとか起きたりとか、はい、何打席連続敬遠とかもう起こり得るんですよ。そうですね、それはもう、そう、僕の心配はそう野球の価値を下げへんかっていう、まあ、確かにクライマックスっていうのがあることによって最後までこう熱戦、そう、真剣勝負がね、もう繰り返されるって、その消化ゲームを少なくするということで、その昔みたいな露骨なそのタイトル王争いとかがなくなったりとか、もう来季に向けてその新人とか新戦力を出して主力を休む、外国人選手は休むっていうようなところになってくると、はい、消化ゲームになりました、お客さん入れてもいいですよ、あ、消化ゲームです、主力休みます、お客さんコロナの心配、球場やめとこうかになるですか、はい、そして入れてもいいのに収益下がる可能性あるんですよ。そうですね、だからそこら辺はだからまあクライマックスシーズンが始まってから、はい、まあ、約15年、6年ぐらい経ちますけど、まあ、それでそのセ・リーグがなくなってどういうシーズンになるのかっていうのをね、はい、それをどう思うのかは、うん、まあ、だからまあ僕みたいにクライマックスシーズン賛成派と、はい、まあ、見てる皆さんもねクライマックスシーズン反対派もいるでしょうけど、はい、そのないバージョンが今年見えるんで、はい、それをもう一回その15年ぶりぐらいに見て、うん、どう思いますかっていうのはね問いたいですよね。確かに、だからパ・リーグとセ・リーグで全然戦い方がね、さらに変わってくるかどうか、そうそう、だからギリギリまで、だからパ・リーグもまあ2位までなんで、はい、まあ、一定の消化ゲームは起こり得ると思うんですけど、はい、まあ、まだ2位争いがあるかなっていうところはあるんで、うん、まあ、そのね、あとはあの
セリーグは最大16日ぐらい日本シリーズまで開くんですよ、はい、そうスケジュールが最終戦、巨人対ヤクルトが最終戦なんですけど、はい、そこがもし最終戦だった場合、巨人ヤクルトは16日ぐらい日本シリーズにも開く、はい、他のチームがもしその前 のなんていうかね、そこがもう最終試合だった場合は、まあ、20日弱ぐらい日本シリーズまで開くんですよね、はい、でパリーグはクライマックスシリーズギリギリまで戦うんで、はい、もう終わってすぐ行くんですよね、うん、でその試合間、はい、大丈夫かっていうね、セリーグは。そうですね。でしかも今年はフェニックスリーグは多分ないと思うんですよ。あ、そうなんですか。このコロナの影響で、はい、ってなった時に、うんうん、そこにじゃあ、まあ、あれ韓国のチームとも来てるんで、はい、それ全部集まってやるかっていうと、うん、宮崎とかで、宮崎です、はい、でしかもシーズンギリギリまで行くわけじゃないですか、はい、ってなった時にやるかっていうと、僕ひょっとしたらやらないと思うんですよ、うん、そのフェニックスリーグ今年に関しては、はい、そうなってきた場合、その試合感を養うためにそのフェニックスリーグの実戦っていうのがないんで、はい、チーム内で紅白戦するしかなくなるんですよね、うんうん、それはもう2005年の阪神がそのパターンだったんですけど、はい、2週間今日間が空いて、はい、ロッテはバリバリクライマックス勢いに乗って日本シリーズやりました、はい、4勝0敗っていうのがあるんで、まあ、そこはちょっと心配になりますね、はい、今年に関してはでももう日程がガッチガチじゃないですか、はい、だからめちゃくちゃ疲労が溜まってるパリーグとちょっと休めてちょうど良くなってるセリーグっていうのがあるかもしれないですよ。でもまたソフトバンクみたいに途中から怪我人帰ってきたらそういう人は元気じゃないですか。あ、確かに、まあ、それはチーム状況よるんで確かに確かにそうですねもう去年の投手みたいに途中から全員集合で、はい、全員元気みたいなパターンもあるんで、はい、最後すごかったんだだそういったところのね、クライマックスシーズン、はい、ある代のシーズンのこの見え方も、うん、まあ、ファンの皆さんにも確認してほしいですね。そうですね、はい、どうなるのかっていう。で、そのもし障害ゲームが多くなると、はい、もう一つ何が起きるかっていうと、うん、野球人気の低下なんですよ。ああ、もう見なくていいかっていうなっちゃうってことですか。ファンの人は見ると思うんですよ、はい、だって若い人たちも見たいじゃないですか、うん、新戦力見たいから、はい、ファンの人は見ると思うんですけど、はい、メディアが報道しなくなるんですよ。ああ、なんか新しい層を呼び込めなくなってくるとか。いや、その消化ゲームの試合ニュースやってつまんないじゃないですか、まあ、見ないですよね、うん、そうなると、はい、そのニュースの枠は他の競技やったりとか。ああ、そういうことか。で、はい、パ・リーグのクライマックスシーズン争いやったりとか、はい、そのセ・リーグの消化ゲームってひょっとしたら何対何だけです、テロップのみ、はいはい、映像インサートはもしくは決勝点ホームラン一発もう5秒とか、うん、はい、なってくるんで、まあ、短いところって10秒とか15秒ニュースで、ね、ないですね。下手したらテロップのみっていう、うん、で新聞の紙面も消化ゲームの人たちはすごいちっちゃくなります、はい、でそうなると露出が一気に減るんですよ、うん、そうなることによって野球人気の低下につながるっていうね、メディアも絶対使わないんですよ、消化ゲームも報道しなくなるん で、はい、でそういったところの心配もありますね、その野球人気っていうところで言うと ね、うん、まあ、そうですね、報道されなくなるんで、まあ、今年本当にその世の中が、まあ、このどうなっていくのか、うん、この野球に関して、まあ、ちょっとこう注視しながら過ごすっていうね。そうですね。でもまあ時間結構来てますけど、はい、まだあるんですよ。あ、まだあるんですか。そう、まだね、まだ終わらせないですいや、この動画結構短いと思うって言ってませんでした。やっぱり、ね、喋ることあったっすね。ありましたね、はい、あとですね、やっぱ最近開幕して思うのは、はい、試合時間早くないですか。早い、大体3時間、まあ延長とかね、うん、バタバタしたら3時間超えますけど、うん、もう3時間切る試合がバンバン出てきてないですか、はい、早いですね。早いでしょ、はい、何でか知ってます。分かった。何ですか。応援がないから。あ、でもじゃあ流れてる、球団歌とか流れてるな、ちゃんと。風船、ダンサーの踊り、あ、違う、そっか、花火、はい、とかそういうファンサービスのコンテンツやらないから。イベントが全然ないですから、ね、だから僕はもう前からずっと言ってるんですよ、はい、NPB の人たちが試合短縮、はい、申告敬遠、はい、もしくは来年からワンポイント禁止なるかもしれない、メジャーで採用された、はい、でそれはなぜか試合時間短縮したいからって、はい、試合時間なんで短縮するんだったら、はい、踊りと花火と風船やめろって言ったんですよそしたら今すぐ10分なくなるってもう昔から言ってきてるんですよ。でそれが今の現状なんですよ、はい、結局野球っていうのは試合自体では試合時間、はい、まあ、長くなる時ありますよ、はい、でも平均的に言ったらそんな長くしたいんですよ、はい、なんで長くなるかっていうと、イニング間のイベントをやるからちょっとずつ長くなっていくんですよ、それがね。まあ、そうですね。でもそれってエンターテインメントだから大事じゃないですか、はい、いや大事です、すごい。それでファンサービスしたりとか、はい、ファンの人が野球以外でも喜んで歌ったりとか、うん、風船飛ばしたりとか、途中でこうやって打ってねとか、うん、そうそうそう、プレゼントもらったりとか、花火見たりとか、はい、球場内でフライキャッチあったりとかっていう、はい、そういうエンタメじゃないですか、うん、だからそれも必要なんですよ、はい、でも減らそうと思ったら、時間を早くしようと思ったら、それ全部やめたら今みたいに早くなるんですよ。そうですね、現実にね、はい、それなのに、
はい、やれ申告敬遠だ、やれワンポイント禁止だ、はい、バッター早く入れ、うん、野球の結果を出すために選手がルーティーンで守ってることとかチームが考えてることとか、はい、戦略とかをなくなしてまでやることかっていうね、まあ、だから短くしようと思ったらそういうの全部やめたらできるねんって、すぐでもそこも大事だからでしょ、はい、っていうことは短くしなくてもいいってことだ、まあ、そうですね、結論で言えば結論やれるところでやればいい、そう、これがベストなんですよ、はい、もうこれ以上その選手の負担、うん、戦略の、をなくす、はい、いろんな野球っていう醍醐味の中身をなくすような政策がとんなった話なんですよ、はい、いつでも早くできるやろ、でもエンタメ大事なんやろ、お客さん来てほしいんやろと、はい、それだったらこれがベストなんやっていう、そうですね、ああいうエンタメがあってこそ子供が好きになったりとか、そう、ね、だから必要なことじゃないですか、はい、だから野球自体でやったらいつでも短くできる、うん、でもそういうのも大事だからやってるでしょっていう、はい、収益も大事やって矛盾してんねんっていう、何プレーの質下げるようなことばっかりやってんねんって、そうです、ね、っていうのはこれが言いたかったんですよ、あ、そう、なるほど、はい、いやでもそういうところもやっぱりこの今の新しい状況ですごい見えてくるね、だからやっぱり僕は自分が思ってたことがやっぱ正しかったなと思って、これ全部やめたらもっと10分ぐらい簡単にすぐ早くなるよって思ってたことがやっぱりそういう現実になったんで、はい、平均的に言うとね、はい、ほら見ろって思ってたんですけどね、うん、早くしたかったらこうすればいい、でもこうしたら野球の魅力は半減する、うん、だから試合時間なんて無駄に短くする必要はない、はい、そうですね、届けアメリカまあ、あれですね、また7月10日から観客も入るじゃないですか、はいはいはい、またそれで野球界どう動いていくのかっていう、ね、そうそうそう、でまだ球場内に入ってね、そう応援だからまた球音をね、はい、より生で、うん、そのテレビ越しじゃなくて球場内で楽しめるんで、はい、いいですね、まああのね、できないことは多いかも分かんないですけど、はい、やっぱポジティブに考えて、うん、その中の楽しみを見つけて、はい、なんか新しい野球観戦のね仕方を楽しんでもらいたいですね、はい、はい、